あいみょん、WBC 映画を鑑賞。あ、結構優しい子やな。明日行こうかな、休みだし。ガシミヨン、何されて泣いたの？お前最低やな。山川出てたん結局。フォローは解除したようだが。これもうあいみょんやろ。ちなあいみょんが歌ってる主題歌の歌詞の一部、痛みから逃れられない夜もあった。どれだけ苦しんだだろう、どれだけ泣いたんだろう。あいみょんって刺さろうばっかり言ってるから阪神ファン知らんかったわ。ガシ、自分の曲が使われてるんだから当たり前だろ。速攻ブロックされた村上かわいそう。山川があいみょん好きだから主題歌になったんでしょ。佐々木定期、ホタミョンどうして？僕のボールもキャッチしてください。山ガシがガシミョンを好きだった。巨人ファンと謝って紹介されてキレてるの好き。山川のこと聞いたらブロックされそうだな。かわいい。幻滅してなくてほんまよかった。こいつ阪神ファンとか言いながらササローのことばっか話すし狙ってるとしか思えん。野球ツイートだけいいね1万減るのやめてほしいわ。ワイミョンという風評被害、今の時期にあかんやろとはならんのやな。こいつやってしまいましたな。山ガシ惚れてて草。あいみょんっておそらく彼氏おらんやろうし、佐々木朗希あたりとくっついてほしいわ。お前ええやつやな。あんな可愛い才能あふれた子が彼氏おらんわけないやろ。山川が映った時なん思ったんやろな。阪神ファンなんかファンやめるわ。知らんかったんかい。正直ササローと結婚ならあいみょんファンも納得するやろ。男にも相手選ばせたれよ。あいみょん狙いやからそこまで綺麗な人ちゃうんやろな。言われてた。あいみょんは虎党公認の名誉阪神ファンやろ。公表みたいな映画。もともと野球好きなんだな。確か甲子園でもライブしてたもんな。あいみょんとあいみょん